ラビル・エンベロビーチ・マルティノフは、ソビエト連邦出身の指揮者。1946年レニングラード生まれ、グリーンカ合唱学校で、ブラディミール・バシリエフに、指揮法、リディア・ワッセルマンにピアノを学んだ。1965年に卒業後は、レニングラード音楽院及び、モスクワ音楽院で、キリル・コンドラシン、イディアム・ムーシン、レオ・キンズブルクの各紙に指揮法を指示した。 1982年から1984年まで、エフゲニー・ムラビンスキーのアシスタントを務め、1986年から亡くなるまで、レニングラード国立公共楽団の主席指揮者の任に当たった。1992年からロストフ公共楽団の主席指揮者も兼任し、1993年にロストフアカデミー公共楽団に解消後も亡くなるまで、その任を全うした。 また、母校のサンクトペテルブルク音楽院でも指揮科の教授として更新の指導に当たった2004年サンクトペテルブルクにて没。息子、ティムルはマリンスキー劇場のトランペット奏者。2018年12月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年12月5日閲覧。2013年2月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年2月21日へ閲覧。ありがとうございます。